たいと思います。はい、はい、では先生よろしくお願いします。はい、ではまずこのスティーブ・ジョブズが成し遂げたこと、まあご存知の方は今更という感もありますけども、おさらいのためにざっとお話ししておきます。はい、1976年、これはジョブズが21歳の時ですね、アップルコンピューターを創業して、そして84年、マッキントッシュですね、まあ、これが今のパソコンの原型になるグラフィカルなユーザーインターフェースでマウスを使ってパソコンを扱うというものを作り上げたものなんですね。そして85年、つまりマッキントッシュを出したんだけど、その翌年にアップルを追放されちゃったわけなんですね。そしてここからいわばスティーブ・ジョブズ暗黒の時代がほぼ10年続くんですけども、その間ジョブズはネクスト社という会社を起こし、その翌年にはピクサー、まあ、まさにその映画で今では有名ですけども、実は86年ピクサーを作った時は映画は作っていなかったんだぞという話もしていきたいと思います。で、辛抱して10年後ピクサーが作ったトイストーリーが大ヒットします。このピクサーを作った映画監督、ジョン・ラスターもアカデミー賞の監督賞をもらうというような大躍進をします。そしてその翌年96年にアップル社にまさに奇跡の復活を遂げると。そして2001年、これは、アメリカがですね、同時多発テロを受け、もう国中が大騒動になっている、その時に実は、携帯音楽プレーヤー iPod を発売し、そして6年後には iPhone、 これで世界を大きく変えていくんですけども、その4年後56歳で、この世を去ってしまったと。これが、まあ、ジョブズが成し遂げたこと、そしてまた彼の、まあ、最後56歳で終わったという話になります。はい、この2011年のニュース、結構衝撃的でしたよね。そうですね、まあ、膵臓がんをちょっと患ってて、うんうんうん、まあ、移植したり、はい、で激痩せ、うん、本当に、まあ、もう病気で痩せてきてるなという、はい、しかしその、まあ、亡くなる数ヶ月前までアップルで経営の指揮を取ってた、はい、あのその姿は本当に強烈に印象に残ってますね。はい、まさにおっしゃる通り。はい、ということで、まずちょっとですね、初めにスティーブ・ジョブズが成し遂げたことということで見ていきました。でその間に皆さんからですね、アップルに対してどんなイメージありますかという質問させていただいたんですが、はい、その回答をちょっと見ていきたいと思います。はい、皆さんたくさんありがとうございます。ですね、まずは、ブランド戦略のうまい企業というのが来てましたね。あとは洗練されたデザインっていうのもあります。これ製品ですよね。もうスクーも結構ね、こういうのもアップルですよね。はい、そうですね、はい、すごい会社、スマホを広めたとかですかね、センスのいい会社です、マッキントッシュとか、デザインで差別化しているんじゃないかっていうのも来てました。そうですね、はい、やっぱりデザイン性っていうのはもう、はい、ジョブズが一番こだわったところと言えますね。まあ、ある意味経営にデザインっていう美的感覚を持ち込んだ最初で最後の経営者でしたね、ジョブズが。私も松下電器でも新製品開発やってましたけど、デザインっていうのは後回しなんですね、機能コストがあってその余裕があったらデザインを吸収しておこうかというぐらいの順位付けでしたんで、その最初にデザインにこだわるっていう、まあ、ジョブズの姿勢っていうのは、まあ、社内の開発チームにとってはものすごい重荷にはなるんですけども、アップルを、まあ、極めてクールでかっこいい製品に、はい、まあ、仕上げていった、その大きな原動力ですね。まさにその通りですね。はい、結構皆さんそういったイメージ持たれてる方が多いですね。そして松坂さんはですね、アップルのイメージ、好きな人が世界中にたくさんいるイメージということです。そうですね、やっぱりアップル製品使ってると、はい、まあマッキントッシュ、 iPhone、まあ、iPod、iPad、 どれも、まあ、Apple で統一していくよっていう、そういう、まあ、ライフスタイルに密着した製品、はい、そういうものを作り上げてますよね。で Apple ユーザーっていうのはね、非常に熱い人が多いんですよ。確かにそうですよね、皆さん新発売のたびにすごい話題になりますもんね。私は松下電器から Apple に転職して、はい、まあ、松下電器でもいろんな新製品のイベントとかで説明をやって、はい、アップルに入ってもそういう説明をやってたんですけども、アップルの時にはちょうど会社が低迷してて、はい、そしていろんな、まあ、買収の噂が出てたんですね、でそうすると、まあ、マックワールドとかっていうイベントにたくさんの方が来るんですが、その人一人の人が私の近くに寄ってきてですね、まあ、製品の質問をちょっとするんですけど、その後長々とアップルの経営は間違ってるというようなですね、ご本人の意見を述べ出すわけですね。アップルはこうやるべきだと、MacOS をこうライセンシングすべきだというような話をとうとうとやっていくわけですね。
で僕はてっきりこの人はアップルは嫌いなのかなと思ったんです、ね。はい、で30分の話してその人が去っていくと、うん、まあ、その横で私と同じように説明員をやってた同僚ベテランのアップル社員なんですけど、うん、その人が私にこう言ったんですよね。あれがMac ユーザーなんだと、うん、アップルファンなんだと、うん、でも私は疑問で、でもああいう人はもうすぐ他の製品買うんじゃないですかと、散々アップルの悪口言ってましたよって言ったら、竹内君違うんだな、ああいう人こそが列を作って買ってくれるんだ、うん、私は驚きましたね、うん、もうそれぐらい熱い人たちに支えられている製品ですね、うんうん、はい、確かにそういう人があるっていう、もう報道を見るだけでも、あ、アップルってそういう会社なんだなってイメージありますかね。そうですね、はい、特に私は特段アップルファンでもなくて、はい、アップルに転職したもんで、はい、結構そういう状態を冷めて見てたんで余計に印象に強かったですね、うん、なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。ということでですね、皆さんのさまざまなアップルのイメージちょっと見ていきました。この後もですね、こんな会社なんじゃないかっていうのあったら気軽に送ってください、ではここからですね、また、授業の内容に戻ります。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。